ソビエト極北防衛隊慰霊碑、または大祖国戦争時ソビエト極北防衛隊慰霊碑は、ロシアムルマンスクにある慰霊碑である。愛称は、アリョーシャであり、ロシアの英雄、アリョーシャポポービチに由来する。アリョーシャは、ロシアに多い名前の一つであり、防衛者を意味する。像は35.5メートルの高さを持ち、台座は7メートルの高さを持つ。像の重量は、 五千トンを超える。カーボベルデと呼ばれる、海抜百七十三メートルの丘の上に建てられている。永遠の炎対空砲像は、ソビート兵をかたどったものである。像は、レインコートに身を包み、ヘルメットをかぶり、肩に機関銃を担いでおり、ザーパドナやリッツァ川の右岸にある栄光の谷に視線を向けている。栄光の谷では、第二次世界大戦期の独ソ戦の折に、 猛烈な戦闘が発生し、多くのソビエト兵が埋葬された。像の中は空洞になっており、足元から頭部まで続く螺旋階段が設けられている。像はコンクリートで作られている。モスクワで製造された後にムルマンスクまで運搬されてきた大きな型にコンクリートを流し込んで作られた。慰霊碑にはピラミッドや永遠の炎の他に2機の対空砲が含まれる。 当慰霊碑は独ソ戦においてソビエト連邦の防衛に当たった兵士を慰霊することを目的として建設された。慰霊碑を建設するというアイデアは工作艦の作業チームによって生み出された。1965年10月、作業チームによって慰霊碑建設のための資金を集めることが新聞市場で呼びかけられた。集められた資金の額は 1969年までに17万5千ルーブルに達している。建設プロジェクトは彫刻家のイサーク・ブロツキーと建築家のイーゴリ・ポクロフスキーによって進められた。慰霊碑の建設工事は1974年5月より開始された。同年10月19日、当慰霊碑が一般公開される。1975年5月9日。 身元不明の戦士の埋蔵が行われ、永遠の炎が添加される。ありがとうございます。